いやー、やっぱ嬉しいよ、後輩ができるというのは。まあ今回ね、なんかホロライブの姉妹グループみたいな感じらしいですけど、やっぱりさ、坂本は待ってた GP の後輩をさ、早くお話ししてみたいけど、なんかちゃんと優しくできてるか怖くなる。なんかさ、先輩が怖かったら嫌じゃん。なんか怖い先輩と思われないか心配なんだけど、坂本先輩、いい人と思われたいな。いい人と思われなくてもいいけど、怖い人と思われたくないな。路地裏に詰め込むのはやめて。あれか、リリカちゃんおいでー、怖くないよ、ほらこっちおいで、路地裏なんて連れてかないよ、こっちに、こっちに、こっちに、ほら来いよ、早く、ほら来いよ、来いよ、ほら来いよってやればいいのかなぁ。ね、でもかなでちゃんはね、割とね、黒い先輩みたいな感じで、ね、尊敬してくれてた感あったから、あいつから行くか。あいつから行こうぜ、あいつから丸め込もうぜ。で、そっから、ちょっとリグロスの中で、ちょっと、黒い先輩、いい人だったよって言ってもらって、で、マジみたいな。じゃあ、ちょっと仲良くなりやかなみたいな感じで、ちょっと、あいつから丸め込もう。ね。切り抜きし頼んだ。やめて、本当にやめてください、ごめんなさい、すいませんでした。あ、すいませんでした、